アリツ、アドリス・スヴェルディアは、スペイン・サン・セバスティアン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。アスレティック・ビルバオの下部組織出身であり、2002年8月14日の FC ・バルセロナ戦でトップチームデビューした。3シーズンを、ブルゴッシ F やレアル・バラドリードで過ごした後、2006年1月にビルバオに復帰した。 冬に加入したにもかかわらず2005から06シーズンのチーム内得点王になり2006から07シーズンもレアルサラゴサ戦ではハットトリックを決めるなど34試合に出場して9得点を挙げて2シーズン連続でチーム内得点王になった2007から08シーズンはチームメイトのフェルナンド・ジョレンテが飛躍的な成長を遂げジョレンテの影に隠れるが それでも33試合に出場して7得点した。2008年8月4日、完成したばかりのコルチェスターコミュニティスタジアムで行われたコルチェスターユナイテッド FC との親善試合に出場し、同スタジアムで得点した初めての選手になった。2008年8月26日、ダニエル・グイサの後釜を探していた RCD マジョルカに完全移籍した。 2008から09シーズン第2節の CA オサスナ戦でチームのシーズン初得点を決め10月26日の RCD s パニオール戦では2得点を決めた2009年1月7日の FC バルセロナ戦でも得点した2008から09シーズンは35試合に出場して11得点してチーム内得点王になるとともに7アシストを決めて チャンスメーカーとしても機能した。2009年10月18日のヘタフェ CF 戦で2得点するなど、2009から10シーズンは開幕から7戦で5得点を決めて得点ランキングを賑わせた。同シーズンは自己最多となる12得点を決めたが、このうち9点は試合の後半に決めたものであり、2010年5月7日のレアルマドリード戦以外では、 自身の得点を勝ち点に結びつけた。2010年4月25日のマラガ CEF 戦では、ロスタイムに同点弾を決め、最終節まで、セビージャ FC と UEFA チャンピオンズリーグ出場権を争った。ポストプレーなど得点以外でも貢献し、UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に、多大な貢献をした。バレンシアでプレーするアドリス2010年7月15日。 移籍金400万ユーロまたは500万ユーロでバレンシア CF に移籍した。8月28日のマランが CF 戦で公式戦デビューした。2011年1月にはジョナスが加入し、さらにうないエメリ監督がロベルト・ソルダードをワントップに据える戦術を採用したため、後半戦のほとんどの試合をベンチで過ごした。UEFA チャンピオンズリーグでは、 ホームとアウェーへのブルサスポル戦で、それぞれ1得点するなど、決勝トーナメント1回戦で、シャルケレイ4に敗れるまでに7試合に出場した。2012年6月26日、フルスのアスレティックビルバオへ復帰。復帰1年目の2012から13シーズンに14得点を挙げると、年を重ねるごとに得点数を伸ばし、2015から16。 シーズンには、キャリアハイとなる20得点を記録した。2016年11月4日の UEFA、ヨーロッパリーグ KRC 変革戦では5得点を挙げ、L 史上初となる1試合5得点を達成した。2017から18シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグでは37歳ながら11ゴールを決める活躍を見せ、インモービレと並び大会得点王となった。 2019年8月9日、2019から20、シーズンを最後に、現役引退を表明。引退発表後初の公式戦となった、リーガエスパニョーラ第一節 FC、バルセロナ戦では、後半42分から、途中出場すると2分後に決勝点となる、ボレーシュートを叩き込み勝利に貢献。マンオブ・ザ・マッチにも選出された。2020年5月20日、 シーズン途中での現役引退を発表。腰の状態が悪く、日常生活に支障をもたらす危険があり、手術を行うことを決断したため、新型コロナウイルスの影響でリーグ戦が中断していた中での引退であった。これにより4月18日に開催予定であったレアル、ソシエダとのスペイン国王杯決勝は、新型コロナウイルスの影響により延期され、 最後にタイトルを獲得しての引退は叶わなかった。公式ツイッターには、セルフィオラモスやレアルソシエダなどチーム内外問わず、多くのコメントが寄せられており、他方面から引退を惜しまれた。2010から11シーズン序盤はクラブで絶好調であったため、フェルナンド・トーレスが代表から不傷離脱した際に29歳にして、スペイン代表に初招集され、2010年10月8日の UEFA 欧州選手権2012予選、リトアニア戦でデビュー。以降代表から遠ざかっていたが、2016年に35歳で代表に復帰。2016年3月24日に行われた、イタリアとの親善試合で実に6年無事となる、出場を果たし、A 代表初得点を決めた。同年11月12日、2018FIFA フフワールドカップ。 ヨーロッパ予選グループ G のマケドニア戦でスペイン代表の最年長得点記録を更新した。2009年からバスク国代表に選ばれている。2011年5月25日のエストニアとの親善試合ではシャビプリエットのアシストからヘディングで2得点を決めた。アスレティックビルバオ、ありがとうございます。